香織ちゃん、当時8歳、現在は28歳になっています。目撃情報がなく捜査が行き詰まっています。20年間懸命に娘を探し続けてきた両親を取材しました。香織さん、いただきます。野村節司さんと妻の育子さん。香織さん、いただきます。娘の香織ちゃんを20年間探し続けています。香織がもっと早く帰ってくると思っていたので、帰ってこないでこんなに20年も続けるとは思わなかったんです。運動会の時の香織ちゃん、この写真の2日後に行方が分からなくなりました。事件が起きたのは平成3年7月。香織ちゃんは自宅を出て近くの書道教室に向かいました。大通りに出るまでのわずか100メートルの間、何者かに連れ去られたとみられています。警察は目撃情報を探しましたが、香織ちゃんを見た人は一人もいませんでした。持ち物も見つからず、手がかりがないまま捜査は行き詰まりました。事件の後、育子さんは香織さんがいつ戻ってきても迎えられるようにと勤めていたパートを辞め、月に2回駅前に立って情報提供を呼びかけました。しかし手がかりは得られませんでした。何か一つ自分が行動を起こすことで、あ、これで帰ってくるっていうふうに思ってたんですね。でもそのやって1日たち2日たつと何の変化もないと、いう感じ。期待した分だけ落ち込みがあれなんで。小学3年生の当時のまま残されていた香織ちゃんの部屋。勉強や手伝いをよくするしっかりした子だったといいます。中学を卒業する年まで毎年届けられた教科書に一度も使われないまま机の棚に置かれています。使う年齢でもなくなってるから、どうすればいいのかね。捜査に進展はなく、娘にはもう二度と会えないのではないかと諦めかける日が続くようになったといいます。いろいろ考えてきて結論も出ないし、誰にもどうしていいか分からない。そんな二人を地元の人たちが支えています。行方不明になった当初から野村さん夫婦と一緒に情報提供を呼びかけるチラシを作り、地域のイベントなどで配っています。現在香織さんは28歳。大人の女性になった香織さんの似顔絵も地元の人が描いてくれました。やっぱり自分のこだわったっていうのはすごく感じましたね。みんなでもともかくこういうこともないよという気持ちで、小村さんの部分も賛同いただいて行動しています。行方不明から20年が経った今年10月、捜査が進まない中で両親は娘を探し続けている苦しみを胸に情報の提供を求めました。行方不明になってから20年経ちますけども、まず取材が送りますか。お願いします。
かおりさんね。情報提供お願いします。ありがとうございます。みんなに伝えてもらったからこそ今まで来たと思いますし、一生懸命やってくれている、届くはずだと私は信じているんですけれども、なんかやっていてみんなの記憶に私は留めておきたい。それがやっぱり香り